デレソ。買ったばかりの虫除けスプレーが没収された。飛行機の持ち込み制限について教えて。はいはい、もう調べてきましたよ。持ち込みについてはいくつか制限があるので3つに分けて説明します。1、持ち込めないもの。2、液体。3、サイズや重さの制限です。1、持ち込めないもの。まず危険物ですね。ゴキジェット。はい、毒性のあるものダメです。花火。火薬ダメです。漂白剤。酸化性物質、酸素スプレーなどもダメです。制汗剤。高圧ガスダメですね。で、他ガスボンベや燃料、あと水銀体温計もダメです。鼻毛切り。先の尖ったものダメです。ガッタダメだよね。はい、他ですね。あ、ライター。ライターは1個まで持ち込むことはできます。でも預けることはできないので注意してください。他ですね、工具類なども危ないものはダメですね。で、小型の爪切りや眉切りは空港ごとでの判断になるので三角です。2、液体物。これはですね、まずどんなもの。水。液体だね。ヘアワックス。これも液体です。マスカラ。液体。液体なのこれ。液体。歯磨き粉。液体です。あマヨネーズ。液体です。缶詰。缶詰も液体です。プリンやバター、味噌、漬物、あとわさびとかジェル、ローションなども液体に含まれます。で、これらを持ち込む場合はじゃん、縦横40センチ以内の透明のジッパー付きの袋に入れてください。いっぱい入れたね。え、これ何グラム。これ115グラム。はい、ダメです。なんでこれ半分しか入ってないよ。いや、中身が半分だとしても容量が 100g を超えた場合は NG です。あと医薬品やコンタクトの保存液、赤ちゃんのミルクなどは透明の袋に入れなくても持ち込みができます。あと出国手続き後に免税店とか自販機で買った飲み物は持ち込みができます。3、サイズや重さの制限。こちらはですね、身の回りの品を、まあ、ショルダーバッグとかに入れてプラス7キロ以内のカバンであれば持ち込むことができます。そう、これぐらいだね。キャリーケースでもこれぐらいのサイズのちっちゃいものだったら持ち込めます。3辺の合計が115センチ以内で、重さは7キロから20キロ以内と航空会社によって違うのでお出かけの時に調べてください。あとね、デベソは女子ですのでね、こういうグッズ気になりますね。ヘアアイロン、これは持ち込みできます。ただガスカートリッジ系のヘアアイロンは持ち込みができないのでご注意ください。あと携帯の電池ですね、携帯バッテリー、こういうのは持ち込みできますけれども、注意してほしいのがスーツケースなどの預け入れはできません。え、できないんだよ。だから飛行機の中で使わないなと思ってスーツケースには入れずにちゃんと機内に持ち込んでください。わかったかな、アリサちゃん。